ブラフマー、ブラフマー、ボンはヒンドゥー教の神の一柱、創造神であり、トリムルティ、最高神の三つの様相の一つに数えられる。四つの顔を持ち、それぞれの顔は四方を向いているとされる。ブラフマーは、自ら生まれるものや、バーギー社、言葉、この王という名でも知られ、四つの口のそれぞれから四つのベーダを紡いだとされている。 ブラフマーは時にリグベーダに語られる創造神である。プラジャーパティと同一視され、またカーマや宇宙の卵であるとの関連が指摘されることもある。ブラフマーはベーダ後の時代になってやプラーナ文献の神話の中で存在感を増した。ジョジシの中で彼はプルシャの性格を引き継いでいるとされることもある。ビシュヌ、シバと共にトリムルティの一角を担うが、古代の文献では、 ブラフマーの含まれない三柱を最高神の三人組に数えている。ブラフマーはしばしば宇宙と様々な生物の創造主であると語られる。しかし一方で、いくつかのプラーナでは、ビシュンヌのへそから生えるレンから生まれたとされている。他にも、芝から、あるいは芝の様相の一つから生まれたとするプラーナも、あれば、最高神の一柱であると語られる場合もある。 F21 言論では、ブラフマーはしばしば他のすべての神々と共に、形のあるブラフマンあるいは形のないブラフマンであるとみなされる。現代のヒンドゥー教では、ブラフマーは人気のある神格とは言えず、ビショヌやシバと比べトリムルティの中での重要性も低い。ブラフマーは古代の聖典の中では来賛されているものの、インドでは重要な神として、 人々の信仰を集めることは稀であった。そのため、インドにあるヒンドゥー寺院でブラフマーを建て祭る者は少ない。最も有名なものとしては、ラージャスターン、プシュカルノが挙げられる。ブラフマー寺院は、インド国外にも存在し、太陽国のエーラー湾の祠などが有名である。ブラフマーという名前の由来は、はっきりしない。ベーダ時代、 紀元前1500から500年の文献には絶対的現実というヒンドゥー哲学上の概念を意味するブラフマンとバラモン教の聖職者を意味するブラフミンが共に登場しておりこのことがブラフマーという名前の由来の特定を妨げる一因となっているブラフマーという名前の深格はベータ時代の後半に登場しているブラフマンは中世で抽象的 形上的なヒンドゥー教の概念であり、一方のブラフマー神はヒンドゥー神話に多く投する男性神の中の一柱である。ブラフマンというコンセプトはブラフマー神の登場よりもずっと古く、学者の中にはこの特徴を持たない普遍的な原則であるブラフマンを擬人化し目に見る象徴としたものとしてブラフマー神が登場したのだと仮定する者も,もいる。では、 ブラフマンという名詞の文法的性は男性と中性という二つのいずれかであり得る。一つは中性名詞、ブラフマンであり、このブラフマンの主格単数型はブラフマであり、一般化された抽象的な意味を持つ。一方の男性名詞がブラフマンであり、このブラフマンの主格単数型がブラフマーとなる。ブラフマーがビシュヌもシ芝と共に描写されている。 最も早い段階の記述は、紀元前10世紀の後半に編纂されたと考えられる、マイトリウ・パニシャットの五章に見られる。クツアヤナ・サンカと呼ばれる五章一節に、これら三神が触れられ、その後の五章二節で説明が展開されている。半神論をテーマとするクツアヤナ・サンカは、人の魂をブラフマンであると主張し、その絶対的現実、 普遍の神は生きとし生けるすべての存在の中に宿るとしている。アートマン、魂、我はブラフマーであることと同等であり、ブラフマンの様々な権限であることと同等であると展開する。曰く、何時はブラフマーである。何時はビシュヌである。何時はルドラ、シバである。何時はアグニ、バルナ、バユ、インドラであり、何時はすべてである。 マイトリー・ウパニシャットの五章二節では、ブラフマー、ビシュヌ、シバは、それぞれが三つのと関連づけられている。グナとは、すべての生物に見出すことのできる性質、精神、生来の傾向であるとされ、世界は、暗質、タマスから生じたと語られている。その後世界はそれ自体の作用により活動刺激質、ラジャスとなり、そして精錬、純化され、純質、サットバとなった。 これら三つのグナのうち、ブラフマーには、ラジャスが関係づけられており、ルドラ、ビショヌがそれぞれタマス、サットバを受け持つ。マイトリー・ウパニシャットはブラフマーを、トリグナ理論の一要素に当てはめてはいるものの、後のプラーナ文献に見られるようなトリムルティの一要素としては描写していない。ベーダ語のヒンドゥー教では、様々な宇宙進化論、創造神話が語られ、その多くに、 ブラフマーが関わっている。インドの宇宙進化論には、猿が最初の創造を飛び猿が第二の創造という考え方が存在する。これは、インド哲学の持つ二つの現実、すなわち普遍的、形事上的な現実と常に変化する、認識可能な現実というコンセプトに関係している。そして後者は、再現なく循環を繰り返しているとされ、すなわち我々の認識する宇宙。 生命は継続的に創造され、進化し、無償してそしてまた創造される。ブラフマンなのか、プルシャなのかデイビなのか、ベーダの中でも最初の創造者に関して様々な議論が見られる。一方でベーダ、あるいはベーダ語の文献では、第二の創造者に関する議論も解されており、場合によっては、それぞれの宇宙のサイクル、う、ごとに違う神や女神が、 第二の創造者となるのだと語られる。マハーバーラタやプラーナ文献に語られるように、また多くの研究がそう結論しているようにブラフマーは第二の創造者であると考えられている。ブラフマーはすべての形あるものを創造したが、しかし、原初の宇宙は創造しなかった。ビショヌ派のプラーナには、ブラフマー神は原初の海から生まれたという研究が複数見られる。 このプラーナによれば、ブラフマーは時間と宇宙が生まれた瞬間に、ハリ、ビショヌのことへそから生えるレンの中に出現する。この時ブラフマーは寝ぼけており、宇宙を一つにまとめるだけの力を発揮できる状態ではなかった。混乱の中で彼は修行者となって、瞑想に入る。すると、自分の心の中にいるハリ、ビショヌの存在に気がつき、宇宙の始まりと終わりを見る。 するとブラフマーは世界を創造する力を取り戻す。ブラフマーはその後プラクリキとプルシャを繋ぎ合わせてめまいのするほど多くの生物と複雑極まりない因果関係を作り上げた。したがってバーガバタプラーナはまあやあ真実を覆い隠す目に見えるものを作り出す能力をブラフマーに認めている。ブラフマーは天地創造のためすべてに善と悪を吹き込み物質と魂を作り、 始まりと終わりを作った。対照的にシバ派のプラーナでは、ブラフマーとビッシュヌは、アルダナーリー・シュバラ、シバとパール・バティの融合した神から誕生したと語られている。あるいは、ルドラ、シバの全身がブラフマーを想像したり、または、カルパごとに、ビッシュヌ、シバ、ブラフマーが持ち回りでお互いを想像するとされる。したがって、ほとんどのプラーナ文献ではブラフマーに与えられた。 創造の力はより工事の神の力や存在に依存している。プラーナ文献はブラフマーを時間を想像するものとしている。プラーナでは人間の時間とブラフマーの時間が関連付けられており、例えばマハーカルパ、大公、宇宙の寿命はブラフマーにとっての一昼夜であるとする。様々なプラーナに語られるブラフマーの描写は多岐にわたり一貫性に乏しい。 例えばでは女神であるパール・バティが宇宙の母と呼ばれており、彼女がブラフマーを含む神々と三つの世界を創造したと語られている。そして、スカンダ・プラーナでは、パール・バティが三つのグナ、サットバ、ラジャス、タマスをプラクリティ、物質と結びつけて認識可能な世界を作り上げたことになっている。ブラフマーがラジャスに対応する神であるというベーダ時代の議論は、 プラーナ文献やタントラの中でも展開されている。これらの文献では、サラスバティ、ブラフマーの配偶神がサットバ純質。調和や善、平和的な性質であるとされ、それによりブラフマーのラジャス、激質。良くも悪くもなく、動的な性質が保管されると語られる。ブラフマーは、通常四つの顔に四本の腕を持った姿で描かれる。 四つの顔はそれぞれ東西南北を向いているとされる。仏器ではなく、知識や創造を象徴するものを手に持つ。例えばェーダ、時間を象徴する樹図、火の儀式に使われる被尺、すべての生命の象徴である水の入った器である。ブラフマーの四つの口からは、それぞれ一つずつ、計四つのェーダが紡がれたとされている。しばしば白い髭を蓄えた姿で描写され、これは、 理師、聖戦たちのような経験と知識を備えていることを象徴する。レンの上に座り、白い服、あるいは赤か桃色の服をまとい、彼のバーハナ、乗り物とされる動物である白鳥のハンサが描かれる。寺院や偶像のデザインに関する古代の文献、マーナサーラ・シルパシャーストラの51章では、ブラフマー像は金色に仕上げられるべきであると言及される。 さらには四つの顔に四本の腕、ジャタムクタマンディータ、修行者に特徴的なもつれた髪、そして王冠という特徴を取り入れることを勧めている。二つの手には救いを与えるムドラー、手の形と願いを与えるムドラーを取らせ、それぞれの手には水の器、樹図、希釈、ヤジュニアの儀式で用いるものを持たせるとしている。この文献には、 ブラフマー像の体の比率や装飾品まで細かく説明されており、下半身にはチーラ、セルア、木の皮をまとわせるように提案している。ブラフマー単独でもいいが、配偶紙を並べるときは、ブラフマーの右にサラスバキ、左にサビトリを配置することを勧めている。ブラフマーの配偶紙はサラスバキであるとされる。彼女は、ブラフマーの力の源であり、創造の手段であり、 ブラフマーの行動を促すエネルギーであると考えられている。インドでブラフマーを主として建てつる寺院は多くない。そんな中でも最も有名なものはプシカルノである。インドネシア、ジャワ島中部のジョグジャカルタ市に位置するプランバナン寺院群、旧世紀にもブラフマーを建てつる寺院があり、寺院群の中でも最大級の三つの寺院のうちの一つである。 ちなみに三つのうち最大のものは芝に捧げられたもので、残りの一つは、ビッシュヌ寺院である。ブラフマー寺院は、芝寺院の南に位置している。太陽国、バンコクのエラー湾の祠には、ブラフマー像があり、今日でも信仰を集めている。タイの成長の金色のドームにも、タイでのブラフマーの呼び名の像が存在する。の寺院。 ワットやイスワンナーラームにある18世紀初めの絵画にはブラフマーが描かれている。ビルマの国名の由来はブラフマーであり、中世の文献にはブラフマデーシャという表記も見られる。デーシャはサンスクリット語で国を意味する。ブラフマーは中国の民族宗教においては一般的な神であり、中国、台湾には多くの寺院がある。中国語圏では チベットではチャンパ、日本ではボンテンという名で知られる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。